大人かわいいとアクシーファムらしいをテーマにですね、同じアイテムを使って2つのコーディネートを、はい、お見せしていきたいと思います、はいね、同じアイテムでも全然着こなしによってちょっと見え方が違ったりしますもんね。そうなんですよね。なので今回はアクシーズファムを初めて知る方にも、普段からアクシーズファムを着てくださっている方にもおすすめのコーディネートを紹介していきたいと思います、はい、では、はい、早速紹介していきましょう、はい、まずは春トレンドなニットベストです。裾のレースが可愛らしいですよね。こちらのアイテムを使って大人可愛くとアクシーズファムらしいフェミニーなコーディネートをしてみたいと思います。ではすずさんお願いします。はい、では私すずがですね、このベストを使ってちょっと大人可愛いコーディネートをちょっと作ってみました。はい、今回このベストにですね、細ベルトでちょっとウエストマークを作ることで大人っぽくコーディネートしております。小物をプラスすることで大人可愛くコーディネートすることもできます。はい、続いて、ベストを使ったフェミニンコーディネートをご紹介していきます。アクシーズファムらしいブラウスとスカートのセットアップにですね、ベストを重ね着してみました。こういった刺繍が入っている可愛らしいアイテムにですね、こういう襟だったりとか、こう折りも出して着用していただくと可愛らしくフェミニンに着用していただけます。こういう柄物との相性もバッチリですよね。はい、可愛らしくフェミニンにも着こなしていただけるアイテムです。次は定番パーカーを使用してのコーディネートです。カジュアルなイメージのあるパーカーも組み合わせ次第で大人、可愛く、フェミニンなコーディネートもできちゃいます。はい、では今度はパーカーを使ってちょっと大人可愛いをイメージしてコーディネートしてみました。春らしいデニムのパンツのアイテムにパーカーを合わせてるんですが、ちょっとこうカジュアルになりすぎないようにトップスに少し花柄を持ってきています。少しパーカーをですね、下げ目に抜き襟風に着崩していただくことでちょっと大人可愛さが演出できます。はい、続いてはフェミニンなスタイルでパーカーを合わせてみました。一見カジュアルに見えがちなパーカーですが、こういった色味がフェミニンなアイテムを使っていただくことで大人可愛くフェミニンに合わせていただくことができます。今回はこういった刺繍に入っている可愛らしい色をですね、お洋服に散りばめてコーディネートしてみました。こういった形で柄に入っているアイテム、デザインに入っているお色をこう合わせていただくと上品にまとまりがあるコーディネートをしていただくことができます。では続いて着回しの効くキャミワンピースの紹介です。こちらのキャミワンピース、一見レースでフェミニンな印象があるワンピースですが、組み合わせ次第で大人可愛くフェミニンなコーディネートもお楽しみいただけます。はい、ではモチーフレースキャミワンピをちょっとジージャン肩掛け風でちょっと大人可愛い雰囲気で着てみました。ちょっとあえて
腕は通さずこう肩にさらっとかけているのがちょっと大人っぽく着こなすポイントになっております。ちょっとこのレーシーの感じにデニムを合わせることでちょっと甘さを控えめにしたところもポイントになっております。はい、私はフェミニーにキャミワンピをコーディネートしてみました。こちらのキャミワンピにブラウスを重ね着してショート丈のカーディガンを合わせることによって可愛らしく上品にコーディネートしていただくことができます。アクシーズファムのアイテムを使って大人可愛くとアクシーズファムらしいフェミニーなスタイリングをお届けしました。皆さんもぜひお家にあるアイテムや新作商品でお試しいただければと思います。はい、ぜひぜひあのグッドボタン、あとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、私たち、すずまきで、スタイリングの更新なども行っております。ぜひぜひフォローチェックしていただけると嬉しいです。では今回も最後まで見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、ぜひご覧ください。